チチャンネルジョッさあ金曜日そうチェックはい、のお時間でございます。短く、ね、時間、やっていきましょう。編集も大変です。はい。さあ、ということでね、えー、水木の3年生、もう夏休みね、中盤迎えて、お盆も終わりましたけどもね、もう最後の頑張りどころっていうかね、ここで頑張らないと順位が落ちていってね、もう取り返しがつかないことになりますよっていうところでね、お送りしましょう。まずはパリーグから、オリックス対ロッ 8月16日、0対4、うでん、コールドゲーム。で、11日、1天中止4で、18日は試合なかったっていうところでね、1勝でロッテっていうね、ところになりましたけど、この試合ね、ロッテ先発見は、6回3分の1、8 3球、5安打、3三振、無四球、無失点と、まあ、雨が降ってコールドなんで、これ、関東っていう位置づけになりますけども、えー、変化球はね、しっかり低めに、えー、決まってたなっていうところでね、 オリックス打線結構低めのね、ボール球振らされてたなっていう印象的ですけども、ま、あそこがね、しっかり低めに投げれたっていうところで、コーを導き出したんじゃないでしょうか。で、オリックス先発山岡ね、5回3分の1、84球、7安打7三振、え、四球3失点と、まあ、6回表ね、この山口のスリーラン、山口、グッバッティング。ね、ずっと使いましょう。はい。っていうところのね、一発に潜むっていうところだけど、まあ、本当にね、この一発だけだったね。まあ、山口を山岡キラっていうところでね、で、あとはまあね、最後、 オリックスね、7回裏、ワンアウトからね、杉本胸、連続ヒットで、ワンアウトタン塁になるけども、まあ、あんだけ雨降ったら厳しいね。多分予報でもやまないっていうところだったしね。まあ、そこでね、あの、うてコールドっていうね。で、あの、ロッテはね、6回裏、先頭ね、オリックスの、あの、福田、レフトフライね、こう、奥義野はね、ダイビングキャッチ。大きかったね。ここでしっかりね、これもし抜けてたら、ひょっとしたらこの回、失点してたかもしれないし、まあ、7回表のね、 あの、安田の、えー、ワンアウト満塁からね、内野ゴールンので1点っていう、この1点も非常に大きかったからっていうところはあるけども、まあ、このね、山口のホームランが全てをね、決めたっていう、あとみんながね、しっかり低めの投球、まあ、インコースもうちょっと使った方がいいかなっていうところはあるけども、まあ、低めの変化球ね、あそこまで低くってくれたらね、あの、いい形をピッチングできたんじゃねえないでしょうか。 ということでね、まあ、ロッテをもう負けれないというね、オリックスもここね、回、えー、のチームにバタバタしてたら A クラスに逃すぞってね、まだ優勝チャンスあるよっていうところでしたけども、まあ、あとね、雨天中止っていうところになりました。結果、一勝でロッテの勝ち越しです。 続いて、セーブ対ソートバンク。16日2対0でセーブ。17日3対5でソートバンク。18日8対5でセーブ。セーブの2勝1敗で勝ち越し。首位攻防戦、勝ち越した。セーブが大きいね。この勝ち越しっていうのは。16日ね、2対0でセーブっていうところで、セーブ先発石川ね。ああ、じゃあ、ソートバンク先発石川ね。7回3分の2。103球、えー、5アンダー、4三振。1、1一1ェッドボール、2失点と。まあ、素晴らしいピッチングだったね。この 一発に沈むっていうところでね、まあ、これは攻められない。ほぼね、8回、7回3分の2投げてね、2失点で抑えたら、もうこれは攻められないね。で、セーブはね、もうほぼチャンスなかった。チャンスなかったけども、この4回裏のね、唯一の2点、先頭現田のレフト前ヒット、で、次ね、森の、えー、ホームランで、この2点。ね、この2点だけっていうね、他の回ほぼチャンスない。このね、森の一発だけでね、えー、ソフトバンクを。 えー、激進させるっていうところで、まあ、石川もこの一発だったからね、まあ、攻められないかなと。で、セーブ先発ね、高橋コーナー。6回114球、5安で六634、2九1デッドボル無失点と。まあ、ピンチもあったけども、インコースね、しっかり使いながら、まあ、力でネジ、ね、伏せたっていう感じかな。で、ソフトバンクはね、チャンス圧倒的にセーブより多かった。でね、そこの中で一本出ずっていうところで、1回4回、6回、8回。だから初回もね、2アウトながら、巻原ね、 え、ライト前。で、柳田デッドボールで2アウト1、塁チャンス作るけども、デスパイネがね、え、ファーストファールフライ。で、4回。え、ンアウトから、デスパイネね、中村明が連続ヒットでね、ワンアウト2、3塁チャンス作るけども、柳、柳町海がね、え、アウトになって。ここ1点取っときたかったね。ここ1点取ったら大きく違ったかもわかんない。で、6回。先頭柳田フォアボール。で、デスパイネ中村明がアウトになるけども、柳橋ね、センター前ヒット打って、2アウト1、3塁から代打ね、え、谷川原、え、ファーストゴル。で、8回。 えー、先頭ね、負けあるデッドボール出て、柳田デスパイにアウトになるけども、中村明からね、続いて、ツーアウト一進塁、柳町、ね、ファーストゴローっていうところで、一本ね、出なかった。あと逆にそこをね、あの、しっかり高橋、あとスミスなど、え、リリーフも含めてね、えー、水上、踏ん張ったかなっていうところもあるんでね、えー、ここはセーブのね、え、いい形の試合展開でした。で、11日ね、えー、3対5でソフトバンクっていうね、まあ、まずここで一番のね、ピックアップっていうところで言うとね、うつびがね、 現役引退っていうところを発表してね。<coughs> その発表後ね、初めての1、えー、軍当番になったけども、グッピチッ。めっちゃ良かったね。だからまあね、これ誰でもそうなんだけども、技術的にはもうね、何歳になってもみんなすごいのよ。でももう体力がね。 ついてこないとか、怪我があるとかっていうところでね、もうみんな引退していくんだけども、この最後の投球術っていうところの素晴らしいピッチングはね、非常に見応えあったし、まだいけるんじゃないのかってね、思わせるところもあったけども、まあ、やっぱり体力的にね、1年間っていうところではきつかったかなと。でもね、数々のタイトルとかね、今までのジャイアンツセーブの活躍っていうところはね、素晴らしいものもあったんでね、本当にお疲れ様でした。まあ今後ね、どういう人生を送るか分かりませんけども、素晴らしい野球人生だったんじゃないでしょうか。 ね。で、その中でね、ソートバンクね、ね、えー、勝ちましたけど、こう、先、初回のね、シュートがライト前。で、今宮の時にね、えー、塁して、で、送りバンドワンナウト三塁から牧原先生、タイムリーっていうね、この1点の取り方、非常に良かったけども、この1点で終わらないで、その後ね、デスバイで中村明のね、タイムリーっていうところの連打っていうところでね、一気に3点取ったっていうのはね、大きかったね。でも、セームもね、負けじと、二、えー、2回ぐらいにね、うねんっていうフォアボール。で、相手がね、ピッチャー、大安打ね。あれね、レイ、あれ取ってたら、 もっと圧倒的に勝ってない。取れたね。身長も高かったしね。で、それで、えー、ノーアウト1、塁になって、まあ栗山のね、セカンドゴロの間に、ね、ランナー進塁して、ワンアウト2、3塁から、オーグレディがね、タイムリーツーベースで2点取って、これまたね、こっから逆転劇っていうのね、あるのかなっていうところで、この4回の表ね、えー、中村家デッドボール、ね、三森がね、セカンドゴロでランナー入れ、ね、わって、ワンアウト2塁から、こっからよ、三森が、盗塁盗塁で、しかも、初球ね、 牽制されながら、盗塁して。で、またね、立て続けにサード盗塁っていうところは、もうピッチャーね、開い。まあ、クイックちょっと遅かったね。ホープでかかった。だそういったところもうね、事前に準備できてるっていうところが大きいね。もう準備できてるから、準備できなかったんで、一発走れないからね。準備できて、パンパーンってね、えー、走って、やらげば、フォアボールになって、で、貝がね、救いぞ。くつこの作戦も、素晴らしかったね。この足でね、取りに行った、この点。で、しかもその後ね、 今宮、ま、あ、県政悪送球ね、森。セカンドコート。タイミング良かったけどね、ボート。で、それで、その後レフトでタイムリーっていうところでね、この2点目非常に大きかったね。ま、あ、そういったところでね、足で、ね、あの、もぎ取った、この点っていうのは非常に多かった。ま、あ、その後ね、4回ぐらいね、えー、なんとか、レイのね、悪送球で1点取るけども、はい。まあ、ちょっとハードミだったけどね、止めなきゃ、いけないね。あれは、ちょっと大きく8回。 ね。ところもあったけども、その後ね、えー、ソードバンク、あの、レイもね、3失点したけども、投球内容自体はね、悪くなかったんじゃないのかなと。5回93球、5アンダーに3、4、3、9、3、1って。あの、ピッチャーゴーね、あれ取ってればっていうところはね、あったね。で、西武先発以来ね、3回3分の2、63球、5アンダー、3、4、0、2、9、1、ッドボール、5失点と。ちょっと真ん中目に制球がね、集まったかなというところがね、あの、どっちかっていうとね、この緩急とか、 あの級っというところを勝負するピッチャーが、そう、緩急つかないで真ん中集まったちょっとこれは苦しかったね。でもその後ね、隅、え、田、ー、久しぶり、3回、えー、3分の1、6月9日以来、だから約、えー、2ヶ月ぶりの登板で、えー、3回3分の1、46球、2アンダ3、3、4、無視球無視点と、いい形のやっぱね、こう、疲れっていうのがあるからね、やっぱこう、リフレッシュされてよかったやっぱり持ってるものはいいね。そういったところでは素晴らしい、えー、ピッチング、えー、だったかなと。ね。 で、まあね、あの、ソートバンクはその後ね、えー、田中正義、松本、で、か山藤井、もいでるとね、リリュウがしっかり踏ん張って逃げ切りがちっていうところではね、この一勝一敗になったところではいい試合展開だったんじゃないでしょうか。18日ね、8対5でセーブっていうところでね、この試合もね、ソートバンク、初回ね、2点先制、ね、フォアボール、シュートフォアボール、送りバント、巻キやラアウトになるけども、柳田の通天角打法、レフト若林、バット。本拠地だから。 見えなくなっちゃったのかなでも本拠地だからね。あれ落として、その後デスパイネがタイムリーっていうところでこの2失点ね。だから、松本先発、あの、5回3分の2、107球、5アン5三ー、53、4、3、4、4失点。4失点したんだけども、内容的には非常に良かったんだよね。だからこのね、初回の、あの、柳田の落としたっていうところはね、ちょっとリズム感ね、この失点っていうところには、まあ1回、6回っていうところだったけど、内容はね、うん、悪くなかったとも、非常に良かったんじゃないのかなと思います。 ソフトバンクね、先発、東山。6回99、9安打134、3971点と。初回ね、2点取って先制するけども、1回裏に、えー、殿崎玄ノが連続ヒット。で、森の内野ゴルノカに1点取って、山川、レフト前ヒット。ワンアウト三3塁からね、ウネンティンフォアボール。で、クリアムあ、ウネンティン犠牲フライ。で、クリアムフォアボールで選んで、オグレディがね、ライトスタンドでスリーランホームラン。でいくで、一気に越しって。東山。ちょっと、真ん中目に、 集まっちゃったね。やっぱ東山コーナーついてっていかなきゃいけないところでね。で、まあね、完璧を抑さえられてるからね。セーブは東山にポンポンって言ってね。初回。で、これね。で、何気に2回裏のね、この現代のタイムリー。これ大きかった。ね。この6点目取ったっていうところでね。まあもう試合一方的かな。で、次どっち1点取るかっていうところでね。4回裏に、殿の先のね、犠牲フライ。ここでね、しっかりもう1点取ったっていうところで、まあ試合作ったかなと。で、まあ6回表にね。 デスパイネのタイムリーでね、え、ミミリのタイムリーで2点取るけども、これはちょっとね、あの、最初の失点が大きかった。しかも取られたらすぐね、7回裏に栗山がね、 押し出しっていうところでね、1点取るっていうところのね、試合展開で言えば非常に良かったんじゃ、え、ないでしょうかっていうね。まあ打ち合いになったけども、まあ序盤のね、この初回の攻防っていうところでね、まあ若干セーブはミス響いたけどね、あの、東山、正規甘いところをね、ポンポンポンとオグレディがね、スリーランを打ったっていうところはね、この初回の攻防、大きくね、この試合の展開を決めたんじゃないでしょうか。まあ結果ね、2勝1敗でセーブの勝ち星でした。 つ、えー、いてニッパム大楽天。ね、16日1対2で楽天。17日8対2で、えー、楽天、えー。そして、18日2対1で楽天。楽天の3連勝っていうね、ところになりました。ニッパム3連敗ね。っていうところで、ちょっと語彙はあるかっていうところでね、この3連敗はニッパムにとっても痛かったし、楽天にとってはね、この3連勝っていうのは非常に大きかった。 ね、で16日ね、2対1で楽天っていうところで、楽天ね、先発のりもと、7回105球、5安で634、19、11点と、まあ初回ね、近藤にレフトにね、ホームラン打たれるけども、まあ、前回登板よりね、制球も非常に安定したし、まあ真っ直ぐのね、キレっていうのも良かった。あとはね、やっぱ気迫が戻ってきて声も出してたしね、ああいうちょっと荒々しさののりもとっていうところがね、やっぱりいいんじゃないのかっていうところでね、まあこの、今ね、7勝7敗、まあぜ2桁はね、絶対勝たなきゃいけない投手っていう中でね、今期 えー、ずっとね、負けてたからね、そういったところでは、やっと勝てたっていうところではね、本人もね、非常に安心感出たんじゃないのかっていうね、これ終盤、ここから追い上げていく大事な時にね、このやっと乗り元が勝てたっていうのは、楽天にとっては大きかったんじゃないでしょうか。で、日本ム先発根本ね、7回3分の1、1五5球、6アンド4三振、えー、無四球、1レッドボール2失点と、まっすぐスライダー中心っていうところでね、でも左右関係なくしっかりインコースのストレートも使うっていうところでね、幅利かせれたかなと。あと、請球がね、きっちり、 この対角線のね、特にスライダーもね、非常に良かったしね。まあ、この敗線っていうのは攻められないねで。楽天はね、2回3回とチャンスで1本出ない中ね、初回近藤が打って、で、2回もね、2アウト。1アウト2塁から鈴木大地ね、で、大田でアウト。で、3回もね、小深田の2ベースで2塁まで行ったけども、銀次ね、浅村がえ凡退してアウト。で、これね、2回3回とチャンス取れない中ね、このまま根本っすススっていくのかなっていうところで、ねえ、4回。 先頭島内、レフトへツーベース。で、岡島デッドボール。で、辰巳がね、送りバンドをしっかり決めて、ワンダント2、3塁から鈴木大地、アウト。これで、また、再任連続って思った時に、8番大田がね、えー、レフトへ逆転のタイムリーツーベース、大田。しかもね、インコース、結構ね、厳しいところのスライダーだったけど、コンパクトにね、振り抜いて、若干詰まったけど、あれ詰まらなかったら多分ファールになってたんだよね。あの、詰まりながらもね、しっかり腰の回転で打ってたっていうところでは、非常に素晴らしいパッティング。ここね、 本当、3イニング連続チャンスでね、0点だったら若干流れ変わったかなっていうね。で、日本ハムはね、ちょっと連打楽、打つ手なしっていうところでね、まあ7回裏ね、今川の、この2塁アウトね、先頭ね、あの今がレフト、あの、打って、まあセカンド行くんだけども、このレフト岡島ね、ナイス送球。このプレーもね、大きかったかなと。これがね、アウトセーフだと。大きな試合展開違いあったんで。まあね、最初失点を。 えー、しっかり守り抜いてね。まあ、乗り元の高動っていうのもあるけども、まあね、大田の一本でね。あとはしっかりね、粘り勝ちっていうところかなっていうね。で、17日、えー、2対8で楽天っていうところでね、えー、日本はね、前半のこの攻撃、非常にね、いい形のものを見せたんだけどね。まあ、初回ね、またもね、16日も今度のね、ヒット、ホームランで1点取るけども、このね、17日の試合も、先頭杉谷がね、ツーベース、次は頑張バティー で、松本ね、復帰して三振になるけども、今度がしっかりタイムリーヒットを打って、初回ね、いい形の先生。でもね、楽天もすぐ行くんだよね。この二回表。えー、島内がまたツーベース。岡島セカンドゴロ、新塁打を打って、辰巳デッドボール、ワンアウト一三塁から、盗塁してからね。で、茂木が、えー、センターへ逆転、タイムリー、ツーベース。っていうね。で、ワンアウト二塁から。で、鈴木大地ライト前ヒット打って、ワンアウト一三塁から、ね、突き試心身も、えー、茂木が挟まって、ね。 あの、ルイモドレツ、キャッチャーフライかっなって、ルイモドレツ、ダブルプレイ。ね。ところで、えー、楽天ね、あの、ずっと、序盤ね、セーフティースクイーズとか成功してたけど、そっからずっとセーフティースクイーズやるけども、全く成功しなかったんだよね。だからもう、思い切ってスクイーズに切り替えたんだよね。そしてちょっと若干高めにきてね、キャッチャーフライになって、ね。あの、ダブルプレイっていうところで、あの、やることやること、あの、スクイーズ系、セーフティースクイーズ、若干最近うまくいってないね。で、3回裏ね、 あの、日本もね、こう、1点返すんだけども、ここで不運ね、2アウト1、塁から、今川がね、レフト線打つんだけども、ボールがね、あの、フェンスとなんかそこの溝みたいなところに挟まってね、あの、一塁ランナーも帰ってきてたんだけども、で、今川三塁行ったんだけども、あの、エンタイトル2ベースになっちゃうんだよね。だから、ま、あれがアンラッキーだね。もしあれが、まあ、挟まってなかったら、もしくは、挟まっててもすぐ取れてたら、っていう場合、まあ、ひょっと、 としたら、一塁ランナーのホームは帰ってこれってなかったかもしんないけども、もし帰ってきたら逆転だったから、ちょっとアンラッキーだったね。あの、でもホームグラウンドだから、それは文句言えないね。ね。で、えー、次ね、どっちが1点取るのかっていうところでね、5回、浅村のね、タイムリーで1点取って、えー、3対に勝ち越しになって、で、6回ね、えー、小倉から、 レフト前タイムリーヒットでまあ、ここからポンポンポンとね、5回行って、6回2点、7回3点でね、一気に試合を決めるんだけども、まあ、この試合ね、あのー、6、7、8の下打線、辰巳がね、4打数2安打、で、茂木ね、4打数3安打、4打点、えー、鈴木大地5打数4安打、1打点と、ここまで下打線がつるなって回ったら、それは得点できるね。だから、あのー、5回はね、下打線、鈴木大地が出て、下打線から上位に行って得点。で、えー 6回は、下位打線でね、茂木がフォアボール、鈴木大地ヒット、大田デッドボールで、小深田がレフト前タイムに下位打線でまた作ってから上位。で、7回、2アウト1塁からね、辰巳、茂木、で、鈴木大地っていうところが連続タイムリーっていうところでね、3点取って。非常にね、この下位打線が活発して、下位打線から上位で。 ね、非常にいい流れ、まあ、だから楽天が、ね、状態がいい時も1番、西川が入ってそこがジョイントになって下位打線から来たやつを西川が返すで上位から始まったやつをクリーンアップ持っていくという、ね、打線の流れが良かったので、まあ、この試合は、ね、いい形の楽天としては打線の流れ逆に日本は、ね、そのフェンスの間に集まったとっいうところが、ね、ちょっとアンラッキーだったかなと。で18 1、ね、2対1で 楽天の、えー、勝利っていうところだけども、もうね、楽天先発、かまた、5回79球、5安打2、三4、2、4、無失点と、丁寧に低めにね、しっかり投げてたなっていうところでね、去年、約1年ぶりぐらい先発って言ってるところではね、非常に丁寧に投げてて、えー、非常にグッピッチングだったと思います。で、ニッパーもね、先発、伊藤、7回3分の2、129、4安打3、三4、4、4、球2、1っまあこれ攻められないね。で、楽天5安打だからね、で、それも2対1っていうところだけども、もうこの試合のね、 全体的なテーマは、日本ハム、優しすぎ。これです。すべては。ね。まあ、ここね、問題になったのが、4回裏ね。だから4回表にね、えー、岡島がタイムリーヒ、ツーベースを打って、1点ね、先制した後の4回裏ね、えー、2アウト、えー、2塁から、ね、あの、上川端がライト前ヒットを打って、 本類、で岡島投げて、クロスプレイになるんだけども、岡島がね、投げたのが若干三塁側にね、え揃、ー、えて、ね、えー、隅谷が、戦場、ね、三塁と本類の戦場の上で取って、近藤がね、ぶつかると思って避けちゃってで、それでベースタッチできないで、タッチされてアウトになって、コリジョンじゃないのかっていうところでね、審判はコリジョンじゃないですっていうね、リクエストの結果の判定になったんですけど、まあ、そのルール上ね、偶然揃えて仕方なく入った場合は、審判の、 が、それがコリジョンじゃないって決めてもいいですよみたいな。絶対的に入ったらもう勝手にコリジョンじゃないですよみたいなルールになってんだけども、ここでね、一つの問題はね、近藤がね、優しすぎる。あれ、隅谷に思いっきりヘッドスライディングとかスライディングしてぶつかっていってたらよかったのよ。で、ぶつかったら100%コリジョンになってる。だからあの、あったのはね、記憶にある人がわかんない、いるかわかんないけど、名古屋ドームで中日対ロッテ戦 もう完全タイミングアウトだけども戦場にキャッチャーいて中村がもう人間魚雷のようにもうこっちヘルメット下げてヘッドスライディングで突っ込んでいったのよでそれ楽勝アウトよタイミングもでもコリジョン適用されてセーフになったのよだからあれも今度はもう隅谷に行ってたらよかったのよ行ってたら多分100%コリジョンになってたと思うそれ避けちゃったからね ってなっただけで。でね、あの、新庄監督は、あれがいいんだったら、ああいう練習すりゃいいねって、これごもっとも、そうやって思うのね、当たり前。だからね、その、で、俺はね、あれが、二つの目線があるけど、キャッチャーからの目線で言うと、まあ仕方ないかなって思う。それたら入っちゃうのはね、仕方ないかなっていうね。でも一番最初、一番最初のコレジョンできた時に、そこ入れないってなったから、俺、報道ステーションの一人とやった時に、できることもう取らないって言ったからね、入っちゃうからね。 でもそれ入ってもいいんだって思うと、それはも入るよね。でもね、俺はね、あれがね、コリジョンだと思う一つの理由があるのよ。それ何かっていうと、取った時にね、住谷がもう膝、あんだからレガース、全部片方、全部地面ついてたのよ。ぴったり。俺もうこの時点でコリジョンだと思う。だからあの、それた状態の時に、膝が地面つかないで、ちゃんと自立して立ってて、入って、 だったらまだ仕方ないと思うけど、撮った時点でもう見て、映像見える人。入った時点でもう、レガースが膝も全部地面にこうやってついてたわけ。俺ね、あの時点でこれ以上やと思う。恋、恋じゃない関係なく、たま、恋じゃないよ。住みたいにはね、恋に入ったわけじゃないと思う。仕方なくそれだから入っただけだけども。でも、恋だろうが、ね、恋じゃなかろうが、そこにいたじ事実は消せないね。ってなった時に、 自立して、膝を地面につかないで、両足立ち、下状態、もしくは飛んで入った状態でそこに行ってしまったは、俺はセーフだと思うけども、ね。あの状況で、レガースト、膝、素で、ね、片足、全部地面についてた。それは、ブロックの意思があると判断されてもおかしくない。そうなった時に、あの姿勢が俺はコリジョンだと思う。どうですか、皆さん。 この判定。ね。俺はだから今後、そのね、濃いか濃いじゃないかなんて、そんなのわかんないじゃん。だから、自立して立ってるか、座ってるか、膝ついてるか、を一つの判断にした方がいいと思う。もう膝ついてて、あの、ライン上に、足が、ライン上に足がこう、もう、入ってた、ついてた場合は、もう、コリジョンで、アウト。なぜなら、ランナーが行くとこないから。ね。で、あとは、俺だったらよ、もう、 こうなったら絶対行こうと思ってるから、もし、あの、住谷が出てきたら、あのまま突進していってるね。わざと。だから、ちゃん優しすぎ。どうですか皆さん。俺はね、これがね、コリジョンとしては、いい解説だったんじゃないのかなって、個人的には思ってます。でね、もう一つね、あの、この8回表の1点取られたところ、ワンナウト1塁から、スリーボール2ストライク。で、鈴木大地が走ってで、これフォアボールなんだけども、キャッチャー、うさみね。 まず一つのバット。フォアボール、わかるじゃん。ストライクボール言うんだからね。なんで投げたっていう。マジで。だから、浅村は投げると思ってないから歩き出したんだよね。ねまず、なんで投げたフォアボールある意味ないよ。で、ボーって三塁行かれて、で、その後、きっちりね、犠牲フライ打たれて、これ決勝点になってんだよね。その、だから判断力。バットだね。でもう一つ、ね。出てきたら、当てろ。<laughs> あれね、 この近藤のこれ以上のやつと一緒で当たんないと避けて投げようとして当たんなかったら守備妨害になるん,んだよだからあれはね当,たん当てないとあーっつってぶつかんないとそしたらね守備妨害あのなるんだけどあれでもねなったところでねフォアボールだからね何の守備妨害ってなっちゃうんだよだからもうねそもそも投げた時点でだメで結局決勝点だからねバンっ,とっていうようなこの試合の解説でしたはい結果3連勝で。 楽天の勝ち越しです。続いて、広島大中日、セリグです。16日5対0で広島、17日1対0で広島の最後7勝ち、18日1対6で中日、広島の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、中日もここら辺で巻き越してると最下位になっちゃうよっていうところでね、16日5対0でね、広島っていうところで、まあ、広島ね、またもコロナ大量離脱ね、しかもあの、小園とか、 口上も取って二遊間全員いなくなるっていうところでね。まあ、なかなか苦しくなるんじゃないのかっていうところで試合ね。一番に入った道林が初級ね。先頭打ちホームラン。ッね。しかも5回にも2本目のホームラン。ッね。で、2回。アイザーツーベースでね。またここで出てきて矢野が。ライトへツーランホームラン。矢野。ビッググね。これも序盤で4得点。非常に多かったね。 中日先発柳ね6回159、9アン五5三振、無四球5失点と。まあ、前回ね、巨人戦か。中川さん、落合さんの3人で解説した時に、ちょっとまね、高かったけど、この時もちょっと高くてね、通打されちゃったからと。ま、あここ1回ね、再調整入るみたいです。はい。広島先発森下ね、9回124球、9アンダー9三振、石9一で取る無失点。まあ、ランナー出すもね、この2試合連続、カンプ。ね。クっチナイスクッドラゴンズはもうやっぱり1本出ずっていうところでね、チャンス作ってんのよ。1回ね。 先頭岡林出て、え、ン太、送りバント。で、阿部ビシエドが、えー、タイムリー絶。で、3回。岡林、先頭岡林、ツーベース。で、後藤春太、えー、ショートフライ。ね。引っ張りに行かなきゃ。ね。で、安倍三振。で、ビシエドデッドボール受けるけども、ツーアウト1、2回、木下ね。三振。7回。ツーアウトからね、えー、三吉ヒット、岡林、ォアボール。ツーアウト1、2から、えー、後藤ン太ね、サードへの、えー、ファウルフライ。で、8回。 えー、ビシエドがライト前ヒット入れて、昨日したアウトになるけども、レビーラヒットで続くけども、ツーアウト1、3塁から辻田がね、ショートゴロっていうところで、チャンスで一本でつ、カップ負けです。はい、11日ね、1対0で広島のサヨナラ勝ちっていうところで、もうね、終日先発の高橋が素晴らしいっていうね、ところで、7回100球、2安打13、4、4球もっくっぴち。いいね。もう、安定。これは、背を怪我しなかったら、やばいねっていう。広島先発クリりね、 えー、9回134球、4アンド5三死、1球無失点と、こちらもね、あの変化球がね、低めに決まり、ピッピチ、ね、今年ちょっとね、この波あるっていうところではね、気迫も全面できてたしね、負けてらんねえぞっていうところね、素晴らしいピッチングは見えたかなると。中日はね、えー、またもあの、1回4回5回11回1本ですっていうね、えー、初回2アウトからだけども、阿部が2ベース、ビシエドフォアボールで、木下がね、センターフライで得点できず。4回、ワンアウトから、ビシエド木下がね、連続ヒット。 したらねもうセーフティーバンドなんとかしてくるぞっていうね。その後、ワンアウト1次からレビーラね、土田連続でね、アウト。5回。ワンアウトからね、高橋宏とのセカンドコロンね、稲沢、エラー、パーッとアクション。で、セカンド行くけども、最後、代打平田がアウト。ね。で、11回。ツーアウトからだけど、平田ライト前。でね、えー、阿部、ターリーのね、えー、ワイルドピッチで。で、フォアボール。要は、ツーアウト12からビシエとかショートコールするアウト。チャンスで1本です逆に、 広島、二塁踏めたの、十 <laughs> 一回のみです <laughs>。全然、ノーチャンス。ずっとノーチャンス。ずっと守ってたディフェンス、ディフェンスでずっと、ドラゴンズの攻撃をずっとディフェンスで守ってて、全くノーチャンス。で、初めて、十一回、ワンアウトから磯村レフト前。で、皆さん、送りバンドして、ツーアウトに、で、代打、松山、え、ピッチャー、ね、藤島から、ネオに変わって、ね、ここで、大論争です。ねえ ここでネオ、ね。ファースト空いてるからとかね。ありますけれども、松山、1割だ。ここまでね。次、堂林。あの、前日に日本ホームラン打たれてる。で、ネオ、ね、田沢美監督、ストレート、力強い球で、えー、勝負したかった。で、結果ね、打たれたんだけども。ここで一つね、問題があるとしたらね、こう投資企用じゃないんだよ。ね。まあ、勝負するのは当たり前。でも、ね、ファーストも空いてるね。 さよなら、なるっていうところでね、初級からコントロールミスはバッと、インコースになったのがほぼ真ん中入ったじゃん。それを打たれたって。もっとね、初級からちゃんと取らナな、ね、あの、気持ち入れて投げていかないと、そこだけが問題なのよ。 ここ、え、ネオこ、ネオ、なんでここでネオなんやっていう人のちょっと俺は気持ちが全くわかんないね。だってベンチにいるってことは戦略上戦力上出していく。あとはここでなんでネオなんやっていうことは、ネオはもう敗戦処理ピッチャーなのっていうね。まあいい形でも投げてるしね。力もあるし。まあね、こういったところで投げていかないとネオの成長もないし、これ逆にネオはね、抑えてたら、ナイス、タツラミ采配ナイス、ネオ素晴らしいって。 ね、もしひょっとしたらもうニュースのトップで扱われるぐらいいい形になるわけでしょ。だからね、結果論で語りすぎなんだよね。まあ、そのね、 だって、意図はあるんだけどね。力強い球で押さえたいっていう。意図があるってことは、それがうまくいかなかった。でも、その要因は何かっていうと、ファーストも空いてるっていうところを考えたときに、初球からね、甘めの、あれが満塁だったらまだ話はわかるけども、あの、甘めのストレート、投げすぎ、もうちょっとコース狙うとか、した方が良かったんじゃないのかっていうところでね、なぜこの采配で荒れてんのかが、俺には、は、全く、えー、理解できない。別に、寝坊だっていい形で投げていたからね。そういったところではね、 まあ、最後打たれちゃったけどね。まあ、試合内容としては良かった。広島はね、ほんと、ワンチャンスのみをね、ものにした。松山。グッド。さよなら、グね。で、18日、えー、1対6で、えー、中日っていうところで、中日は、えー、初回、えー、ビシエドのタイムリーで、2、21イニングぶりの得点です。で、そこから、ポンポンポンとね、あの、三スがタイムリーフット打って、まあね、バーバーって流れ悪い中で、初回3点取ったっていうのはね、 非常に大きかった。で、その中でね、先発松葉、6回88球、5アンダー、4341911とね、あの、インコースのストレートと、あの、右、バ,右バッター、左バッターもそうだけども、対角線のストレートと、スライダーのね、コントロール良かったね。あと、対左にもね、まあ、打たれたこともあったけど、右にインコースも使ってるっていうところでね、まあ、幅広く使えるのはね、投球自体内容非常に良かったかなと。で、広島先発の村ね、3回64球、7アンダー、 3C0、3, 4, 0, 2二四4四1点と。まあね、パッパパーンってね、ちょっと甘みに入ってそこやられちゃったかなと。で、3回で、ね、土田のワンアウトに3球から犠牲フライ。ね。っていうところでね、まあこういったところでしっかりね、中日をやっとね、えー、得点を結びつけていって、この3回のこの土田のね、犠牲フライっていうところがこの試合内容的には非常に大きかったかなと。で、4回裏にね、2アウト2流から広島はね、西川のセンタータイムリー2別打つけども、まあ全体的にはちょっとね、ドラゴンズの流れに、 えー、なってしまったっていうところで、広島は、まあ、ちょっとどうにもできなかったかなと。で、ソブエロードゲイス、福っていうところがね、まあ大量得点、あの、9回にも1点取って、まあ、マルチェンスが出てこないで福が出てきたんだけども、まあそこら辺しっかり抑え切ったっていうところじゃ、この序盤のね、試合展開っていうところがもうドラゴンズに一気に増えたかなと。あとね、何気に見ててすごかったのがね、カープ、コルニエル、島内、えー、フランスは、えー、ケムラね、あの、ヒットは打たれるよ。でもあの、 コルニエル2三振島内3三審、フランスは2三振ケムナ1三振三振めっちゃ取るね。そこら辺のなんかこの、触れ幅の出さっていうところ、お打たれたおみたいなね、感じで見えましたけども。まあ結果ね、広島が勝ち越したっていうところではね、大きかったんじゃないでしょうか。ネオ問題については、佐々木の試験はそう思います。皆さんどうですか ついて、DNA 対巨人。16日3対1で DNA。11日7対3で DNA。18日4対3で DNA。DNA3 連勝、巨人3連敗この巨人の3連敗は痛いね。DNA3 連勝で1位とゲーム差6ゲーム。巨人一気に落ちる。でもまだ DNA と9試合ある。どうなんだろうね。 ま、その中でね、16日3対して t n a DNA 先発今のがね、7回117球、8安打ダ三63、無四球1失点。まあ、立ち上がりね、あの、まっすぐのキレ、伸びは非常にあったけれども、変化球のね、制球量がちょっと悪くって言ったところで、3回までね、60球。 これじゃちょっと長いイニング無理なんじゃないのかと思ったらね、5回6回めちゃくちゃね、球数少なくて、しかも変化球のね、精度がどんどん戻ってきて、7回投げ切れたっていうのは非常にね、グッピッチング。あとキャッチャーね、ミネのリードっていうところも、坂本がね、復帰して、ね、あの、前回も前々回も坂本復帰した時に4アンダーとか3アンダーとか打つからね、この試合も坂本ポイントになるんじゃないのかなと思ってね、あの、日本放送で解説してる時に言ってたんだけども、ね、このミネのリードのね、 一打席目、ね、坂本に対して全球ストレート。で、これで打ち取って、二打席目ね、これ解説の時も言ってたんだけど、これね。 全球変化球でいったら面白いよって,ってそんなことあるんですかって言っていやそういうのあるんですよ。だって面白いでしょ。そういうとこやったらって言ったら。そしたら、変化球の球種は変わるけども、2打席目、全球変化球。でそれでね、最後、外からのカーブで見逃す三振、ぐっと見ない。いい。そういう遊び心の中で抑えていく。いいね。俺は好き。ね。で、あの、中田に対してもね、ミネイリードね。引っ張りにかかってる時ときと追っつけにかかってるときっていうのを、そっちを見極めて、引っ張りにかかってるときは外。 ね。で、おっつけに来てる時っていうのはインコースっていうところをね、しっかり使ってね、リードしたっていうのは非常にね。 グリードだったと思います。で、巨人ね、えー、久しぶりの登場、約1ヶ月ぶりかな、コロナもあってね、菅野っていうところで、6回74球、6アンダー、えー、三振一つ、無四球三失点。まあ、立ち上がりね、ちょっとストレートの力強さっていうのは感じないなっていうところでね、まあ、捉えられてね、一失点したけども、まあ、変化球主体に切り替えてね、あの、まっすぐカット、カーブ、ホークっていうところに切り替えて、あの、安定感、バランス出てきたんで、非常に、ま良かった。まあ、絶、調子バリバリっていうわけじゃないけども、試合作るっていうところでは、非常にね、えー、 良かったと、思います。で、DNA はね、初回、いきなりね、そのストレートをコアラがセンター、ツーベース打って、ネクスモとかね、送りバント決めて、もう内野で、ね、後ろ下がってるから、サまのね、セカンドゴロの間に1点取るっていうね、もう、いい形の先制で、巨人もね、2回表にね、岡本、こった瞬間、ホームラン。横浜。 スタジアムで5試合連続ホームランだったかな。横浜スタジアムで5回しかヒット打ってないけど、5本ホームランっていうね。だからホームランカウうとっていうね。ところのこのホームラン。非常に、あ、これじゃあまだわかんないなって思ったらそっからね、今のが変化球上手くなってね、立て直したっていうところはあるけども、ね、DNA5 回裏ね、外がアウトコースのカットボール。あれ上手く打ったね。ライトよ、ホームラン。で、その後柴田ね、センター前。で、南センターフライ。で、今永ね、送りバントを決めて、2アウト2塁から、クワーラね。これね、こう、スリーボールになんのよ。 で、俺も最悪フォアボールでもいいんちゃんで、くつもと勝負でね、いいんじゃないのかと思ったら、そこからポンポンってね、ストライク取って、2ストライク前のスライダーがめちゃくちゃいいとこ決まったのよ。で、もう一回スライダーチョイスしたんだけども、やっぱりね、3ボールの時はまだフォアボリールいいかなと思ったけど、スリーツーになったら若干よく出る。その前にスライダーめっちゃいいとこ決まってる。中入って桑原、クワハラ。タイペクワハラ。これのちょ、若干ね、っていうところのね、ポイント、キーポイント。 あったからっていうね、この1点はね、非常に大きかったかなと。で、えー、巨人はね、あの、この岡本のホームランで1点取るけども、もう問題はね、6回表よ。このね、3対1の場面で、中田がね、三振。で、坂本のね、ワイルドピッチ振り逃げ、ーッと。みんな言バッと。バッターが振ると、やつは全部止めなきゃいけないの振るやつだから、ピッチャーとしてはナイスボールなんですよで、振り逃げあって、岡本がね、レフトにツーベース打って、 ワンアウトに三塁。これ最低でも1点しかも内野じ、後ろ下がってるっていうところでね、ウォーカー三振。で、大城、ショートフライで1点取れる。ここが巨人のキーポイント。ね。それを取れなくて。あと、リーフ、パパパ,パでね、もう、今なんか7、8、球直結みたいな。パパ,パね、最後ちょっと、山崎、安崎、安かったけど、ね、しっかり逃げ切るっていう試合展開でした。 で、11日ね、えー、7対3で DNA というところで、巨人はね、3回大城がね、センター前、茂のフォアボール、で、メルセースを送りパンと失敗、まあ、ここちゃんと決めようと思うけどね。で、吉川内安打、満塁になってね、坂本タイムリー、丸がね、内野ゴロの間に行ってるんで、中田タイムリーっていうところでね、一気に3点取って、お今日は巨人のいい流れだね、って思ったけども、問題はね、このね、5回表、裏じゃない、表。 先頭吉川ヒット。ね。で、坂本の時に、えー、浜口ワイルドピッチへ二塁行って。で、ワンアウト、二、えー、塁から、坂本がね、ライトフライ。で、ここ犠牲フライ犠牲フライってのは新塁になって。ワンアウト三塁から、丸三振中田、センターフライ。ここで一点、追加点の一点取ってたら、ドーンいけたけど、ここで浜口が踏ん張るっていうね。ところでこの5回の裏、4回までメルセデス、えー、ノーヒットで来たのに、5回裏、ね。外せ、外レフト前。 柴田ライト前ヒット。で、代打大ィに三振するけども、ミネイがね、レフト、ポテンヒット。で、ワンアウト満塁から小原がね、センターへタイムリーヒット。で、楠本がセーフティースクイーズを決めて、3点。同点なる。でも、ここの一つのポイントは、このね、代打ミネイのレフト、ポテンヒット。ワンアウト一、二塁。ポランコフ、まず守備位置深いね。一歩目早かったら取れたね。あれ取れてたら勝ってたよ。 まあ仕方ないけどね、ギリギリだったからね。でもあれがポイントだったと思う、俺は。ね。で、そのあと、楠本のスクイーズ、番長再配。<laughs> あのスクイーズの点の取り方よかったね。で、しかもよ、その流れに乗って、6回裏ね、ピッチャー赤星に変わって、ね、マギのセカンドゴロ、吉川ファンブレーラ、パーっと。<laughs> で、宮崎アウトになるけども、外ツーランホームラン外食。<laughs> エラーから、また、あ、って。ちょっとこのポロッ。 でポランコのポロンチョね結果ヒットだけどね吉川のファンブルっていうところが結局失点に結びついてこのミスっていうところが痛いよねでもう逆転したらこっちのもんやっていうところでね、えー、浜口5回でね、えー、しっかり切り替えてね平田入江エ,エスコバーがねしっかり抑えてるグルリリップね結果ね2回の裏にも宮崎のねツーランホームランで追加点取って7対3でね完勝 ちょっと巨人はね、やっぱ5回表の得点できないのと、ポランコのラン、ポランちょっとね、ちょっとエラーっていうところね、吉川と。こちょっと痛かったね。で、18日、4対3でね、DNA っていうところで、この試合、日韓スポーツでそのき評論書いてますけども、このポイントはね、まあ、両先発ね、徒歩7回、94球、8安ンダ5三振、三4、2四4、4って、非常に良かったよ。で、ロメロ、5回、85球、8安ンダ2、三4、29、3、失って、こちらもロメロもね、低かった。 投球が、で力もあったしね、めちゃくちゃ良かったっていうところで、このね、もう問題点ばっかりってジャイアンツンの皆さんすいませんね。でもこれ振り返っていってね、こういうとこちゃんと修正していかないとね、勝ちに繋がっていかない逆転優勝へ向けてっていうところではね、まず問題点、えー、2階の表、先頭モ本、ライトへツーベース、ノーワークにいる、7番押しろ、信。ちょっと泳ぎながらショートゴロバーッと、うん、引っ張ろうっていう意思も見えないね。最悪引っ張って、 しげのぶでワンチャンで1点先制点取っていこうと。最悪スクイズとかもできんぜ、みたいなね。っていうところのね、ところでショート頃ね。で、しげのぶ、レフトぐラいで、どこかね、三振倒れて1点取れずっていうね。若干ちょっと寂しいパッティングないよね。で、えー、次。4回表。ね。中田がライト前ヒット。で、ポランカアウトになるけども、岡本センター前ヒット。で、大城今度ね、ストレートのフォアボール。満塁。ね。ってなった時よ。パワーピッチじゃん、通信向けムね。 死刑の部、初級から振っていった。よかったよ。これ初級から振っていけようと思った。よかった。甘めのツーシーム振ったけど。振り遅れてファール。うん。もう、そこは、引っ張っていくぐらいのタイミングで待っていこうよ。この、ネックスとかだとちょっと準備足りないよ。で、結局ファーストゴールで、うわ、これチャンスするんちゃうかと思ったら今度よ。東郷がワンストライクから、あの、ファーストストライク目のツーシーム引っ張って打ってんじゃん。東郷ができんのになんで野手できないんだよ。 アウトとかアウトじゃないとかないよ。その振り遅れてるっていう時点でちょっとなんか準備不足っていうね、気がするんだよね。最悪バックネット裏の方あるに一緒しかったよね。でも、とこグッパって、1取ってね。お、いけるかと思ったらそ、すぐ裏に先頭差のホームラン。こういうの方1点との強いよね。いや、また DNA かなと思ったよ。そしたら、5回表にね、ワンアウトから坂本丸が連続ヒットで、ワンアウトに3塁。中田ね、あの、 インコース、さ、行ったのね。よかったね。あそこ。で、なんとか抑えるけどね。ポランコが、ね。ライトルの勝ち越しタイムリーヒットっていうね。えー、ところで2点取って。あ、これは、巨人だなこう。取られてもすぐ行くっていうのをね。これ流れできるからね。そしたら、6回裏。ね。コアラセンター前。クスモトレフト前。で、ノーアウト1、塁からね。サノ、セカンドゴロ。で、このセカンドだけアウトになって。ワンアウト1、3、塁から、マキがセンターへ。タイムリー、ツーベースヒット。 ね丸も言ったけど取れなくてっていうね。で、その後、宮崎がね、軽減されて、ワンダウト満塁から外、まさかの押し出し、同点。まあ、一発もあるからね、気にしちゃったかな。まあ、その後ね、柴田、代打オーストはね、きち打ち取って、まあ、逆転までされないっていうところはね、この東郷のいい形のピッチングだったけども、最後に来んのよ。もうね、この試合のテーマは、ジャイアンツ、ミスで、自滅。はい。っていうところでね、8回裏、サロン、勝ち越し、ホームラン。 今日2本目です。リプレイ見るかのように、ここできっちり勝ち越しホームラン。だからその攻撃のね、ちょっとしたところっていうのをね、防いでいかなきゃいけないっていうところとね、この DNA の強さ、粘り強さだね。だから、ちょっとずつね、ミスっていうか、こう取れるところでっていうかね、この巨人勝てるチャンスいっぱいあったけどね、でもそれをしっかりね、DNA がね、粘り強く、 この不正できたっていうところも大きかったし、やっぱのキャプテンの存在大きいね、4回ね、ホームラン打ってこの8回で出ちゃうかっていうぐらいのね、えー、ホームランで、えー、しっかりね、勝ち越していくっていうね、ところで4対3。で、最後ね、山崎康明を抑えるっていうね、えー、ところとね、まあ、ロメの後ね、長川エスコバー、伊勢山崎っていうやっぱりリリーフの盤石さっていうところがね、 やっぱリリーフがね、いいところっていうのはね、そのリリーフが踏ん張ってる間に、カチコチ逆転できてね、逆転のなんとかって言われやすいっていうね。だからあの、カープが優勝した時もやっぱリリーフ陣良かったしね。そういったところではいいリリーフ陣のもとね、頑張れてる。で、ロメロもね、いい形、三振ってんだけど、いい形でね、抑え切ったかなっていうね。ことで、DNA。三連勝で、ヤクルト追撃に向けて、一人旅になる可能性はありますけど、大事な三連勝。良かったですね。巨人。ここからどう立てないをしていくんですかね。 続いてヤクルトで阪神。16日5対3でヤクルト。17日4対2でヤクルト。18日2対10で阪神。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しね。もうヤクルトはもうこの優勝戦線で勝ち越していくことが大事。ね。DNA3 連勝したけども、まあゲーム差1、まだ6ゲーム差あるっていうところではね。まあこの勝ち越しは大きかったんじゃないでしょうか。 16日5対3でヤクルトっていうところでヤクルトね、打線変更、青柳対策に向けて左ずらっと並べ,並べて攻略っていうところでね、まあ阪神青柳ね、4回61球、4安打三三3一4 1四4失点と、まあ自身のエラーあまりね、序盤で4失点、まあリズム失う。ね、しかも阪神10試合連続エラー、バンと。ね、えー、ところで今季最短 KO だったかな。でヤクルトはね、2回裏、村上フォアボール。で宮本、バンと。で、青柳取ってね、ファーストへワンバンスロー。 引っ掛け気味。でもあれ、せっかく、セカンド山本よく取ったね。あれ、あれ取れないよ、普通。ね、取って、足離れてね。で、セーフになって。で、今度ね、中村パント、ファーストロードリゲス突っ込んできて、明らかに三塁無理なのに、なぜか投げて、えー、フィルターシチョイス。で、オールセーフ。で、ノーアウト満塁から、バレヤマのね、ショートコロ、ゲッツ崩れの間に、1点取って、で、ワンアウト一3塁から、長岡ね、レフトへタイムリーヒット。だって。この、もう、まあ、もう、青木もね、ワンパンになる。 ワンパンの投げ方をもっとマスターしていかないと。もうどえらい引っ掛けてたあれ。本当ね。で、3回裏。元山ね、ライトで2ベース。で、サンタナね、ライトフライでニ塁ランナー3塁へ進塁。で、村上センター前詰まりながらも腰の回転で打ってね、センター前タイムリー。で、宮本がね、ライト前ヒットで中村は犠牲フライっていうね、この序盤で4点。 取れたっていうのは非常に大きかったし、え、ヤクルト先発高梨ね、6回105球、3安打9三振二9 1って、ま、まっすぐフォークのね、コンビネーションはさすがっていうところと、ストレートも結構低めに決まってたからね、そういったところで非常にね、グッピッチ。ね。まあこれでね、えー、序盤に4点取って、もうね、しっかり完勝っていうね。でまあ、半身はね、最終回ね、結構連打でね、もう一本でっていうところになるけどもね、やっぱ前半のね、そのミスでの失点っていうところは大きかったから。 ね。半身阪神としてはね、青柳で負けたのも痛いし、ヤクルトとしては青柳に勝ったっていうところは大きいね。で、11日4対2でヤクルトっていうところでね、ヤクルト、約1か月ぶりの先発、高橋ね、ケイチ。6回103球、5安打ド5三振、3四球2失点と。まあ、立ち上がりね、やっぱちょっと力み感じたね。久しぶりっていうところもあって。で、調子自体は全体的によくも悪くもなかったかなっていうところはあるけども、まあ、6回2失点はね、非常にグッピッチング、まあ、まとめたかなっていうね。若干ちょっと前にね、力みすぎて突っ込んでいってたかなっていうね。で、阪神先発伊藤。8回 なんだ12三振、1四球、4失点、低め安定、あと通ーも特によかったね、右バッターへの、非常にね、グッピッチ、ねでまあ、村上、やっぱだね、ホームランに沈むけどもね、これは攻められないよ、非常にいいピッチングだった、まあ、その中でね、3回裏ね、ワ、え、ン、ー、アウトから塩見がね、センターへのスリーベースなんだけども、これね、センター、島田、落下点入ったからね、宇宙間。 落下点入ってて、ここぐらいになって,て落としてるから、結果スリーベースだけど、あれ取れたよ。あれ取れたってな、勝ってたよ。普通に落下点入ってたから、走りながらとかじゃん。もうこれ落下点入ったから。もしや、気になる方は見てください、映像で。ね。で、スリーベースになって山田フォアボール。で、サンタナ三振するけども、いや、村上曰くね、サンタナが泣きそうな顔でメンチに帰ってきてたからやらなきゃっていうね。で、外。 初ね、初球、外のスライダーで様子見てね。どうせインコース攻めるからね、初球ができけ外スライダー。次ツーシーム行こう。ジャッカーマーが入って、一振りでスリーラン、村上、グッと。打った瞬間、指差してたベンチ。ね、リードの組み立てとしては悪くなかったけどね、もう打った村上、すごかったね。で、その後ね、反射ね、6回、原口ヒット、佐藤がね、レフトスタンドへツーランホームラン打って、あ、ひょっとしたらって思ったけども、もうこの8回裏、ね、ツーアウトから山田の ホームランで、まあこれでジエンドっていう形になったけども、この山田のホームランね、伊藤を首振って投げたんだよね。で、それなんでかっていうと、その前の打席ね、最後ね、ツーシーム見せといて、その裏書いて、ツーシームで曲げないで真っ直ぐ行って見逃し三振取ってんだよね。だ多分そのイメージもあったから、真っ直ぐと思ったら村上一振りでね、頑張ってで。試合後多分ね、夢の話し合ってて、多分そこね、首振りとかもあったから、そこのコミュニケーション取ってたんだと思うんだけどまあこれ打ったね、山田が素晴らしかったしね。 この敗戦っていうのは仕方ないね伊藤は攻められない18日2対10でね阪神の勝利っていうところで中野がねあのコロナ期間、えー、明けで復帰していきなり1番で5打数2安打1打点1とおりだから存在感すごいね、まあ、このね、えー、3回の表ワンアウトからね、えー、キャッチャー坂本レフト前で中野アウトになるけども芝田の時にね、えー、中野が盗塁入れ代わってるからねランナーでロハスがね低めライトスタンドへ ホームランのこの3点大きかったね。でもこの3点なんかいつも言うけど次の1点ね。で4回表にね、原口のレフトサウンドホームラン原口に行くそう。このホームランでね、ちょっと前半のね、流れ決まったかなっていうね。で、阪神先発西順也ね、5回74球6安ンド 43C2 点と、全体的には甘い球も結構あったけども、まあ要所でね、いい球あったっていうところとはまず真っすぐホークのね、コンビネーションっていうところでね、よく試合作って踏ん張ったんじゃん。 えー、ないでしょうか。その後のね、岩沢梶谷、浜地、アルカンタラ、小林ね、非常にリリーフもね、踏ん張って、えー、素晴らしい、大量得点にも恵まれてね、大事な試合展開。ヤクルトはね、サイスニード、5回85球、4安で6三振1 9 4振って、まあ、そんな俺の悪くなかったと思うけど、もうこのホームラン2発に進んだからね、 アルカン、あ、ちゃちゃ、ロガスのやつも低めに投げてるからね、若干甘かったけど低めに投げてるっていうところではね、うん、まあそんな、まあ良くもなかったけど、そんな悪くもなかったんじゃないのかなっていうね、えー、ところはあります。で、5回の裏にね、サンタナ中村の連続ヒットから、オスナがね、タイムリー打って、ノーアウト2塁から長岡にライトマヒット。で、ノーアウト1、3塁から、宮本、塩、宮本で1点取れなくて、この5回裏ね、あと2点とか、同点追いついてたら、 これちょっとしたら分かんなかったね。まあ、ここはね、ヤクルトにとってはちょっとキーポイントプレイだったかなと。で、7回表にね、えー、阪神は、2アウトから、坂本中野、島田のね、連続ヒット、で、ロハスフォアボール、で、佐藤がね、ライトにタイムリーヒット、で、原口フォアボール、ヨーカーヒット、っていうところでね、一気に5点でね、ゲームセット、みたいなね、勝負はありだけども、ちょっとね、今度フォアボールがね、重んで、甘めに入ったやつを打たれるっていうね、ちょっと流れ悪かったかなっていうね、えー、ところで、まあ、ここはもう阪神のね、 対象で、まあ、ヤクルトとしては、まあ、5回ね、同点追いついてたらっていうところでしたけど、まあ、なかなか厳しかったね。まあ、しかし結果ね、2勝1敗で、ヤクルトの勝ち越しっていうところはね、大きい試合展開っていうね。で、今日からね、巨人、阪神戦です。これも巨人、3連敗なんかした日には、もう、A クラス入りも厳しくなってくるから、これ大事だね。で、タイガースはこう、巨人に負け越せライン勝ち越していかないとね、次いけないよっていうね。で、DNA で広島。 DNA はね、これも勢い乗ってね、この DNA、横浜スタジアムで今14連勝だから、これ広島一気に飲み込んでね、首位にちょっとでも近づきたい。で、中日が来ると、ヤクルトはもうちょっとこれ以上ね、負け越せないからね、とりあえずちょっと詰まってきてるし、DNA 状態でね、こう初戦のカードっていうのは非常に大事になってくるかなと。で、楽天ロッテね、楽天はもうこれロッテでね、足元救われたら B クラス行きっていうのもあるからね、こう初戦、相々木朗希、どんな試合展開になるのか。 セーブ、オリックスね。オリックスちょっとね、ロッテにね、まあ一試合だって負けたけども、このセーブね、追撃に向けては最低でも勝ち越し。でね、もう初戦の山本ね、これでしっかり勝ち切って、ね、あの、2勝1敗できればまたパリーグもね、面白くなる。ね。で、ソフトバンク、日本はもうね、ソフトバンクはもう日本もジャックも最近負けまくってるからね、ここはもう落とせないよね。で、あの、日本はね、ソフトバンク一気に食ってまだね、チャンスあるから、こう3連敗どこまでいけるかっていうところがポイントになってくるんじゃないでしょうか。さあ、それでは、この、 え、3日間の、えー、パリーグ、えー、3との、えー、NFT、エキサイティングモーメンツ。この3連戦のピックアッププレイは発表します。こちらです。えー、8月11日の西武対ソフトバンク戦の、内海投手、引退発表後の、高頭シーンです。こちら、ノミネートされます。ぜひ、見てない方は、 パリーグ TV で見れますから見てください。